2010年のハイチ地震の際、C-17 グローブマスター3輸送機より空中投下された人道支援物資空中投下は航空輸送の一形態であり、飛行中の航空機から物資を投下し、所要の地点に物資を届ける方法である。全国高等学校野球選手権大会第92回の始球式で投下されたボール航空機を用いて物資を輸送する際、 輸送の最終段階において、機体より物資を投下、着地させる方法は、航空機の初期の頃より行われており、当初は衝撃対策として、詰め物をした箱に入れて、物資を投下していた。第二次世界大戦の頃には、航空機も発達し、兵員を空中投下するエアボーン戦術や、包位陣地に対する補給物資の投下による、空中補給などの戦術が行われるようになった。 現代でも、軍事用途のほか、着陸不能の場所に対する輸送法として用いられる。日本の航空法では、第89条で規定されており、落下地点に損害がない地点であって、事前に国土交通大臣に届け出れば、可能となる。全国高等学校野球選手権大会では、開幕試合の始球式のボールは、朝日新聞社のヘリコプターから球場へ投下される。 なお自衛隊の場合は自衛隊法が優先されるため、国交省に届け出なくとも空中投下を行うことができる。イギリス空軍の C-130 ハーキュリーズ輸送機による人道支援物資の自由投下航空機の機体側面より投下する方法もあるが、軍用大型輸送機は機体後部に大型貨物扉を有しており、そこから投下するようになっている。 爆撃機を利用する場合は、爆弾層より投下する場合もある。投下物には、各種物資のほか M551 シェリ弾や BM、BMD-1 といった、空挺戦車も可能となっており、他にも大型のため、爆撃機に詰めないブル -82 やモーアブといった、大型爆弾も、輸送機からの投下対象となっている。重量物の投下にあたっては、 着地の衝撃を和らげるためパラシュートが用いられており、加えて原則用補助ロケットが用いられる場合もある。逆に、心理専用のビラや一部の人道支援物資の投下の場合は、衝撃を考慮しないため、そのまま投下する自由投下が用いられる。また、現代の大型輸送機においては、貨物室内貨物はパレットに物資を載せる方式が主流となっており、さらに、 それを機体後部投下口まで移動させ投下する方法として機体を上向きに傾かせその傾斜により移送投下させる大型投下容器投下方式と貨物からドラッグシュートを展開しドラッグシュートの牽引により移送投下させるプラットフォーム投下方式がある。PDS 方式のうち低高度から行われるものについては低高度パラシュート抽出システムとも呼ばれる。 ありがとうございます。